クラシル。ザク焼いていきます。ひっくり返して見る必要もないです、余分な酸味を飛ばします。こんだけ柔らかくなった方が美味しい。あ、いい香り。こんにちは、アクアパッツァの日高です。今回はですね、鶏のもも肉を使った、シンプルなんですけども飽きないまた食べたくなるような、簡単なお料理をご紹介します。鶏のもも肉、皮が多かったり脂肪があったりする場合、これ取り除いてもいいんですけども、まあ、お家で作る場合そこまで気にしなくていいかな。ふくらはぎの方ですね、ここは筋がこう入ってる方、ここちょっと切り込みを入れておくと縮みが少ないのと、食べた時に筋がちょっと気にならなくなりますね。ちょっと入れておきます。全体的に塩コショウをします。まんべんなく塩、だいたい1枚に対して2つまみぐらいですかね。胡椒、これはまあお好みです。してもしなくてもいいし、最初にして焼いてってもいいし、仕上げ食べるときに胡椒を振りかけてもいいと思います。まあ、今日は最初に塩胡椒、これは白胡椒ですね。で皮面にも塩胡椒を軽く振りかけておきます。これちょっとフライパンが温まったらこれも焼いていきます。あとじゃがいもも今切っちゃいましょう、一緒に。まあ、適当な大きさに切っていきます。ザクこんな感じでいいですかね。これを、こちらの方で水から煮ていきます。入れちゃいます。だいたい茹で時間としては10分ぐらいが目安でしょうか。まあ、少し柔らかくなるぐらい、茹でていきます。鶏の方も、フライパンが温まってきたらオリーブオイルを、まあ、これ鶏からもまた油が出てくるんで、今軽くで皮面から焼いていきます。火加減なんですけども、最初は温めるために強火にしましたけど、あと焼くときは中火の弱ぐらい、まあ、どっちかというと弱火に近いぐらいですかね。これをほったらかしてだいたい15分ぐらいもう皮面だけ焼いていくと、まあ、弱火にして15分、もう間ひっくり返して見る必要もないです。まあ、そういう感じで、このまま置いておきましょう。ではハーブですね、ローズマリー、セージで、ローズマリーの葉っぱの部分を取っていきますけども、これはこの向いてる方に逆らって指を入れていくとスッと落ちちゃいますので、こういう感じで落としていきます。で先端はこのまま使うと、こういう感じですね。セージもこの葉っぱの部分を、まあ、これはもうハーブが好きな人はまあ多めに入れていただくと、ハーブを細かく切っていきます。みじん切りにしていきます。これ上から振りかけますので、なるべく細かい方が、最後に口に残らないで済みますね。はい、こんな感じです。まあ、鶏がまだ7、8分ぐらいでしょうか。まだ、まあ、皮がちょっと焼けてきたぐらいですね。まだしばらくこのまま置いておきます。じゃがいもはお湯が沸騰してきたら、あとは火を少し弱めてくつくつ煮ているような状態で火を通していきます。じゃあちょっとレモンをあと絞っていく部分、レモンカットしていきます。まあ、レモンを絞りやすいように種なんかちょっと取っておけばいいです。鶏の方なんですけども、最初にオリーブオイルを入れて皮面から焼いていくと、鶏が持ってる油がこう出てきますよね。油が出てきたらちょっとペーパーか何かで油を吸い取っておきましょう。鍋底にはうまみがついているので、鍋底はこすらないようにして油だけこうやって取っておくと。そしてこれちょっと見てみます。あ、こんな感じでいい色つきますね。で油をちょっとまた拭き取ると。で身の方はほんの 2,3 分ちょっと焼いてもらって、あとゆっくりゆっくりも仕上げていきます。
まだこれ 2,3 分です。クラシルのアプリで、どうぞ検索をしてみてください。じゃあ鶏の方ですね、こちらにハーブをですねこう入れて、ここからの白ワインビネガーを加えていきます。真ん中の火を強めて、指で押さえながらビネガーで煮るというよりは風味をつけていきます。ですから余分な油はまず切ると、そしてもう一回フライパンを熱くしていきますよ。こういうふうに入れてですね、強火で煮て、余分な酸味を飛ばします。また今度2回目、鍋の周りからこう強火で入れます。で酸味をこうやって移します。いい香り。3回目、いい感じだな。ちょっとハーブ足しましょう。全部入れちゃいましょう。このハーブもやっぱりお好みの量にしてください。あんまりこうハーブ臭いの好きじゃなかったらちょっと控えるとか。もう1回いきましょうか。いい感じですね。4回目入れます。で仕上げ、こんな感じで最後にこうまとわせて、これで OK です。で火を止めます。はい、大体10分ぐらい経ったでしょうか。さっと竹串が入ると、これ後で粉吹きにします。そして軽く潰しながらですから、どっちかというと柔らかめの方がいいですね。ざるにこします。で、粉吹きもですから鍋に戻して、で火にかけて余分な水分を飛ばします。で軽くですね、もう潰しちゃっていいですね。ピューレにするわけじゃないんだけども、この切ったじゃがいもの角が取れるぐらい水分が飛んだら、味付けします。まずお塩、ほんと少々ひとつまみ、そしてあとレモン汁、これもお好みです。ちょっとレモンの酸味、こちらはビネガーの酸味なんですけども、このちょっと違った酸味、これがまた合いますからね。これで大体2分の1個分絞りましたね。はい、2分の1個分絞って、でもう1回こちらにかけながらオイルをちょっと入れます。大さじ2ぐらいです。思ったより多いめかも分かりません。でここで混ぜて、であと、お好みですね。パセリのみじん切りなんかをちょっと入れると、彩りもそうですけども、風味も良くなります。じゃがいもこんな感じで潰れていいです。どっちかというとこんだけ柔らかくなった方が美味しい。 OK、 じゃあ盛り付けます。はい、鶏肉をじゃあ盛り付けます。最後に残ったこのビネガーの、これもソースとしてちょっとかけてもいいですね。はい、じゃがいもを、はい、これで完成です。はい、ではいただいてみようかと思います。もう鶏がね、私本当大好きなんですよ。鶏年生まれ関係ないかじゃあいただきます。鶏に本当にビネガーの旨味を吸い込ましてますんで、すごい美味しいです。ハーブちょっと全部かけようか迷ったんですけども、私はかけてよかったなと思います。割としっかりめのハーブの味がついててすごく美味しい。ビネガーの酸味とはまた違ったレモンの酸味、これが合いますね。特に夏、蒸し暑い日本の夏なんかにこれ食べると、食欲なくても本当しっかり食べちゃうんじゃないかなと思うぐらい美味しいです。本当にね、これ試してみてください。日高よしみのアクアパッツチャンネルという YouTube チャンネルも持ってます。本チャンネルで料理をひたすら作ってます。そしてサブチャンネル、これレストランの裏側であったり、いろんな生産者訪ねたりとか、日高が撮った動画も入れてます。本チャンネル、サブチャンネル、よければ見てください。